皆さん、こんにちは。クワカブ VS プロレスラー、遠藤哲也です。今回の動画は、割り出し動画です。今回割り出すのは、こちら。インビタビリスツヤクワガタというクワガタの産卵セットを割り出していきたいと思います。こちらはですね、スマトラ島のブラスタギという産地のクワガタですね。で、ツヤクワガタっていう仲間、クワガタの仲間なんですけど、日本には生息してない種類です。これがオスの個体なんですけど、結構ね、なんていうのかな、銅色っぽいベースの中に、ちょっと緑色が入ったような色をしてます。ちょっと見づらいですね。で、結構ね、癖のあるクワガタと言われてて、なかなか難しいとは言われてるんですけど、まあ、僕も初めて挑戦するんですけど、ちょっとね、この横を見てもらうとわかると思うんですけど、なんか団子みたいなのができてるんですよ。で、このクワガタの特徴として、こう土を丸めて団子を作ってその中に卵を産むっていう種類なので、これはね、ちょっと期待できるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、早速割り出していきましょう。はい。こちらが、インビタビリスツヤクワガタのメスになります。結構この種類は泥っぽくなった土に産卵するんで、こう、産卵終わって上がってきた個体に泥がついてることが多いですね。じゃあ、早速、どうしようかな。もう全部開けてみましょう。とりあえずこのくらいでいいかな。これが団子ですね。この中に産卵してる可能性が高い。結構水分多めで、団子を作りやすい環境を再現してみたら反応が良かったんで、まあ、ツヤクワ全般に言えるのは、多分、乾燥してるよりも、ちょっと、水分多めくらいがいいのかなと。産んでる可能性は、高いとは思うんですけど、もう、類代がだいぶ進んでしまってるので、ちょっとその辺は不安要素かな。初めての種類なんでね、卵のサイズ感とかもいまいち分かってないんで、ただ、まあ、個体の大きさからすると相当小さいと思うので、あ、ありました。めっちゃちっちゃい。ありました。インビタビリスツヤクワガタの、これが卵です。だいたい1ミリくらいですかね、直径。とりあえず、産んでなさそうなところの土を、この辺に、プリンカップに入れて、この上に、置いておきましょう。とりあえず1個、サイズ感が分かってくるとね、だいぶ見つけやすくなると思います。どうなんだろうな、1個の
団子に何個ぐらい産んでんだろう。あ、ありました。2個目見えるかな。2個目です。今団子1個1つとりあえず崩して2個出てきたんで、1つの団子に卵が1個っていうわけではなさそうですね。 2,3 個産んでそう。あ、ありました。3つ目、見えるかな。あれ、落ちちゃった。あー、どっか行っちゃった。あ、あった、あった。3つ目、結構ね、ツヤクワガタ癖があるんですけど、難しいんですけど、マットが合ってればすごい大量に産むイメージがあるんで、マットが合ってたのかな。じゃあちょっと2つ目の泥団子を割っていきます。うちの団子はちょっとなんかさっきのより柔らかい気がするな。これは今のは乱座じゃないのかな。ちょっと新しい団子、残りの土を出していきましょう。産卵セット自体はね、土は本当に入れただけで固めてないんですけど、かなりね、この辺とか押し固められて産卵したんじゃないかなっていう跡が多いですね。あ、あったあった。ありました。4個目かな、これで。ありました。5個目。まだちょっとやっぱランザーがでかいから、どの辺に産んでるのかっていうのは把握しきれてないですね。なんかランザーを割って落っこちた卵を回収してるっていう感じ。見つかんないですね。あ、あった。
だった。これはちょっと乱座ごと残ってる。ありました。何個目だろう。1,2,3,4,5,6 かな。6個目です。2桁は欲しいな。なかなか出てこないですね。まだある気がするんだけどな。ありました。7個目追加。7個目。あと3つ欲しい。見つかるのか。もう難しいかな。2桁は後はなさそうですね。はい、ということでインビタビリスツヤクワガタ、今回の割り出し卵7個でした。こんな感じでプリンカップに埋め込んで管理していきます。で、卵4つだけ外から見える位置に配置しました。結構このプリンカップの外側に設置させると孵化したタイミングが分かりやすいんですけど、その反面結露とかが出ちゃうと卵にそれが溢れちゃって卵が腐る場合もあるんで、まあ本当だったらあんまり側面、プリンカップの側面には触れないようにした方が安全なんですけど、今回ちょっと孵化するタイミングも痛いので4つだけ側面に位置するように卵を設置しました。あとね、メスの状態もまだまだ元気なので、もう一回セット組んでいこうと思います。そもそもこの土、何の土を使ってセットを組んでるかっていうことなんですけど、ベースがですね、樹液酒場さんのミラクルマットというマットですね、に赤枯れを半分1対1の割合で混ぜて、それをベースとして黒土を混ぜてます。まあ、黒土は3割くらいかな、3割4割くらい混ぜて、ちょっと粘り気が出るようにしてます。まあ、団子を作るという種類なんで、ちょっとね、粘り気があった方が団子も作りやすいんじゃないかなということで混ぜてみました。最初はミラクルマットと赤枯れだけだったんですけど、それで産まなかったんで黒土混ぜたら、まあ、今回の結果になりました。やっぱ結構ね、このインビタビリスとか黒土が重要になってくるのかな。黒土というか、まあ粘り気ですね。いかにして団子を作りやすい、その生息域に近い土の環境を作るか。一週間ぐらいセット組んでるんで、湿度もちょっと追加させます。一番大事なのって水分量だと思うんですけど、こればっかりはね、今
言葉でちょっと説明しづらいんで、感覚で。発酵マットとかだと水を加水しすぎちゃうと再発酵があるんで、そこまで加水するってぐらい、このまあベースが黒土とか、あとまあミラクルマットもそうなんですけど山土、その再発酵の心配はないので加水は多めに、とりあえずはこんな感じで、でもう固めないです。地面に軽くこんな感じトントンってやって、あとはさっきの転倒防止バークチップでメスを入れて竿、プロゼリーを適当にこんな感じで入れて、あとは蓋をして3段セットの完成です。これでインビタビリスツヤクワガタの割り出しは以上です。あ、1週間ぐらいのセットで7個かな産んでくれたんで、まあまあマットも間違ってはないんでしょう。あとね、この割り出しの時期についても結構人それぞれなんですけど、まあ卵で割り出す場合とか、あとは卵が孵化して幼虫で割り出す場合とかあるんですけど、このツヤクワガタは初齢幼虫、卵から帰った直後の脱皮をまだ一回もしてない状態の幼虫って、まあツヤクワガタに限らずかなり弱い状態なんですね。なのでまあ割り出すんだったら卵の状態で割り出すか、あとはその孵化して一回脱皮して二齢幼虫になった時点で割り出すか、まあ確実なのは二齢幼虫で割り出した方が確実なんですけど、まあその卵の数とか、あとはなんだろうな、まあ初齢の時期から強い餌というか、まあ大きく育てるんだったら卵で割り出すのもありなのかなと思います。あとはまあこういうちっちゃい種類だと卵で割り出すとちょっとね見づらいっていうのもあるので、最初の方は孵化して二齢幼虫、まあ産卵セットを組んでメスをそこから取り出して2ヶ月ぐらい経ったら、だいたいほとんどの種類は二齢幼虫に育ってると思うので、そのくらいの時期で割り出すのがいいんじゃないかなと思います。はい、もしクワガタ飼育されてる方は参考にしてみてください。今回の動画は以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。ありがとうございました。バイバイ。